っとぶり。今回もインペラトルローマ実況していきたいと思います。前回は、ラスボス、マウリア朝に一撃かましたところまで。それで混乱、崩壊の流れになれば面白いなと思ったけど、あの愚王の元結束してしまったよ。あんな愚王でも国の規模や安定で生き残れるのは普通にすごいと思ってしまう。そう思うと、まだマシな王が続いているセレウコス朝が目標達成できないなんてことはないわず。だなぁ、じゃ、今回も帝国再興へ向けて、頑張っていこう。で、早速現在のセレウコス朝のお時間。文化グループは順調にギリシャ系が増え、もうじき 60%。 都市の中性度もあまり下がらなくなり、侵略的拡大を気にしなくなってきたのは嬉しい限りだよ。宗教も文化グループとほぼ同じ数字。それでもゼウスはあまり仕事してくれなくて、侵略的拡大の低下は 0.04 程度。それでも、月に侵略的拡大が 0.2 以上低下するようになったから、侵略するのは楽になったかな。で、侵略的拡大の低下を待っていたら、サトラップ国のパルティアを統合したよ。最初何をしたかわからなかったんだよな。外交重視のプレイをほとんどしないから、同盟と家族国とかいない時代が長かったからね。で、統合を開始していたことすら忘れられていたパルティアの指導者層をどうするかという選択。最近、また人材が薄くなってきてたから全員セレウコス朝で働いてもらうよ。労働が尊いことを知ってもらわなきゃな。計60名くらいがセレウコス朝で労働に勤しむことになったよ。で、ついに統治が6を超え、道路が作れるように。やっと霊夢の好きな道路が作れるようになったのか。そう、統治6で作れると思ってたら、6を超えたらというのが待ち受けていたんだよね。含んでくれなかったわけか。そうそう、なら統治7からでいいじゃんと思ったのは内緒だねー。それで、アップデートでちまちま一つずつ道路を作る指示を出さなくてもよくなったんだよね。連続指示が可能になったってこと。うん、移動みたいに指示すると軍事力がある限り作り続けてくれるみたいなんだよね。それは楽になったなぁ。アップデート前までは一つできては指示を出して、できては指示を出してを繰り返してたからね。領土が大きくないといいけど、セレウコス朝みたいに大きいと厄介どころの話じゃない気が。本当にねぇ、このアップデートは大きい国にはプラスだろうねぇ。で、道路はできる限り東西南北に張り巡らせたいと思ったけど、指示を出してる間に軍事力不足で停止しちゃったよ。作りたいところというか、繋げたいところがいっぱいあるからな。本音的には、全部の都市を道路で繋げたいくらいなんだけどね。まあ、そんなことしたら伝統がいつまでも取れなくなるんだけどな。なんだよねー、道路と伝統、どっちを優先すべきか悩むところなんだよね。多分、普通は伝統を優先すると思うんだけど。私は道路だねー。まあ、霊夢は普通じゃないってことで。ここで、またガラティアが宣戦布告される。ガラティアには宣戦布告しやすいのかな。どうなんだろうね。まあ、相手はミリュアスという小国か。よくわからないけど、単独で、プリグアにも宣戦布告してるみたい。何がしたいんだろう。よくわからないねー。で、人なのか砦がある都市を攻略完了。これ以上戦争する必要はないのでは。へいへい。どこか取るの？取る価値もないし、お金も取れるほどないし、従属で 1.7 か。まあ、それくらいならいいんじゃない。だねー、今後騒がれても困るし。じゃあ、従属かでは。へいでー。あ、外交限界が。上限5カ国との条約だっけ？そう、なので従属化できないかなとチャレンジしていたトラキア反乱勢力の独立保障を取り消して。で、頑張って従属化できないかと頑張っていたサマリアへもう一度頑張ってみつつ。前回完結したと言ったアナトリアでもう一戦しようと画策。本当はギリシャ侵攻したかったけど、
請求権を偽造できなかったんだよな。そう、どうやら隣接するか、隣接する沿岸州を確保しなきゃ偽造できないみたいなんだよね。戦争理由ないとペナルティがでかすぎるからな。そう、で、狙ってたトラキア反乱勢力も前回の休戦条約がありあと10年戦線布告できない状態。え、侵略的拡大がゼロに近いのに待機。いやー、そんなもったいないことはしたくないんだけど、他からのアプローチもロスが多そうなので、どうしようかなーとマケドニアを眺めていたら、あれ、エジプト。あ、エジプトがマケドニアにいる。でも、あそこって最高に必要な都市含んだ州だ。ということは、マケドニアと戦争する必要がなくなったわけか。でも、エジプトとはがっつり戦わなきゃないってことじゃない？そういうことになるね。となると、ターゲットは変更して、エジプト戦の準備を開始して、都合よくドデカスコイノスと戦争中のエジプトへ攻め入るわけか。そうそう、都合よくねえ、意図したわけじゃない、たまたま、偶然、気のせいなんだよねえ。そこまで言うと逆に怪しいけど、弱ってる敵を叩くのは常道だしな。そういうことを、今回はユダヤから軍事通行権を確保してるけど、海上侵攻をやってみようと思ってるよ。ってことは、第二艦隊の出番ってわけか。海賊退治だけじゃなく、たまに派戦争に参加させてあげなくちゃねえ。約1万、5千程度の部隊を5つ乗船させてー。戦争中のエジプト沿岸へと移動させてー。着いたところを見計らってー。戦線布告。まずは、飛び地のフェニキアを占領させに向かわせてまだ沿岸部に到着してないので、少し待って三部隊にそれぞれ上陸させて、占領させていくよ。不在いないんだな。南部でドデカスコイノスと戦ってるんじゃないのかな。セレウコス朝海軍対エジプト海軍。数もエジプトなら、質もエジプト。セレウコス朝海軍は海賊からの旅客船ばかりだから数だけが頼りなんだよな。なので、もう終わってるけどさっさと退避指示。次のエジプト戦までに海軍強化は急務かもな。そうだねー、初期戦だけじゃなく、上位の船も作っていかないと地中海の制海権は確保できないかもねー。でも、エジプトに部隊を送ったし、海軍の出番はもう終わりじゃないの。いやいや、重大な任務が一つあるんだよ。エーゲ海の島々の確保。島ステージが大変な気が。そうなんだけど、この後旧マケドニア領の確保に失敗するから、この島々がないとギリシャに進出できないんだよ。結構ダメダメな感じになってるんだな。今回は陸で勝って海で負けた感じかな。ギリシャ侵攻に向けてのいい教訓を得ることができたよ。というわけで、第二海軍2度目の敗北。数字的には勝ったんだか負けたんだかわからない感じ。まあ、上陸はさせたし、うち的には勝ちかな。ここでドデカスコイノスが和平した模様。どっちが攻めたかわからないけど、白地和平っぽいんだよな。どちらかのアシストしたかもだけど、このままセレウコス朝が勝てば問題なし。ユダヤ領から侵攻した部隊にドデカスコイノスの占領してた都市の占領を指示しつつ、反撃に出てきたエジプト軍を壊滅させてー。さらに追撃してもう大丈夫と思ったところで、消耗した部隊が狙われて食
少数の敵だから勝つ格だと思ってたら。見事な捨て駒戦略に敗れる。思い切りのいいステップリだったねー。捨て駒戦略からの本格的反攻になり、応援間に合わず敗北。ユダヤ側から進攻した部隊が敵部隊を捕捉、数の暴力で撃破し、敵部隊との追いかけっこになりつつ、大牢を塞いでからの1つ、もう一つは挟み撃ちから逃げようとしたところを捕捉、撃破完了。これでほぼエジプト陸軍は壊滅。占領する簡単な仕事兵、欲を出し旧マケドニア領に海上進攻。後ろからエジプト海軍が上陸間に合わず海戦兵。まだ負けるとは決まってない。もしかすると3度目の正直が。ありませんでした。これ以上戦っても身がなさそうなので。和平タイム。できればフェニキア、デルタ地域、ガザ地区、エーゲ海の島々が欲しいけど、全部取ると100%超えちゃうな。となるとデルタ地域は次の進攻のために欲しいし、エーゲ海も欲しい。そこあたりを調整して、ガザ地区とフェニキアを諦め、あとは取れるだけ賠償金を取って。和平でというところで今回はここまで。いろいろあったけど、ライバルであるマウリア朝に続き、エジプトも撃破に成功。もはや、負けなしの状態な上、侵略的拡大の低下も月 0.2 を超え、さらに侵略できる夢な状態に。こうなると、最高は目前という感じになってきたかな。マウリア朝、エジプト、トラキア反乱勢力、ギリシャとそれぞれ1回ずつの戦争で肩がつきそうな感じ。まだ油断するわけにはいかないけど、さらに兜を押しめて、好きなく進行していきたい。では、帝国最高のカウントダウンがどれだけ進むか、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。